白根アザミは、菊花頭皮連続の多年草。別名、日光頭皮連。茎は直立し、高さは10から80センチメートルになり、狭い翼があり、上部は1から4回分子し、褐色の短毛が3つにつく。花時には、根質葉は普通存在しない。葉は五星し、茎の下部につく葉の葉心は、長卵系から卵型、または長楕円系、時に保、 小形になり、長さ5から1 8トル、幅5から1 1トル、先は A 戦闘、基部は心形、円に虚子があり、宿毛が多い。葉の両面に宿毛が多く、裏面の葉脈状に細毛が多い。傭兵は、長さ7から1 0トルになり、上半分に翼がある。茎につく葉は上に行くに従い次第に小さくなり、卵形から非新型になり、 木部は心形になる。下記は8から9月。登場過剰は三房状に2から8個がまばらにつくか、単なし、頭花の小道は15から17ミリメートル、花柄は1から4センチメートルになり、時に木部の包容が大型になり、養状になる。 双方は普通暗視褐色から緑紫色で長さ15から17ミリメートル、計10から15ミリメートルになる小径から、広筒型で褐色の細胞が3つにつく。双方辺は7から8列あり、外辺は甲卵形になり、先はお嬢に長く伸びて反り返る。頭花は筒状花のみからなり、果敢の長さは10から12ミリメートル、色は淡辺に紫色になる。 果実は長さ4ミリメートルの痩せ果になる。寒毛は二輪性で落ちやすい外輪は長さ1から3ミリメートル、花子にも残る内輪は長さ8から1 0トルになる。日本固有種。本州に分布し、鉱山帯からは鉱山帯の寒木林の林園や日当たりの良い明けた草地に生育する。和名、白根あざみは白根あざみのことで基準産地が 日光白根山であることによる種照名に関しすは栃木県日光野の,の意味ありがとうございます。